丈夫？痛みだって。みんなも同じなんだ。俺だけ引くわけにはいかない。来るぞ。一匹でも通すわけにはいかないぞ。無駄には近づかせるものか。そうでなきゃな。やろうぜアルフェ。ヤバタロウ。なかったらあんな腕に。相手の術を使うか。そっちは私に任せて。私の手が必要だ。足止めは任せたまえ。さあ拳を温めとくぜ。ぶっ潰してやる。大丈夫か、アルフェン。ああ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆、鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやら、たっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ、世話になった村を守れてよかったぜ。あ、この村、私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて、でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。では行く気になったのだな。ああ。まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。友も家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから俺は戦い続ける。でもまずはシオンだよ。もちろんだ。助け出し、その上でボルラーンを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナス・ハロスの主婦ペレギオンだ。村人の話ではペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。だが道はあるそうだ。わかった、出発しよう。
この先何があるかわからん。準備は万全にな。腹が減ってちゃ戦はできねえもんな。わかった。宿場に寄ってくなり、よく考えよう。そういえばマハバルはどうしたんだ。まさか見つかってないのか。探しはしたんだ、海岸の行けるところまで。だけど他の船員さんも私たちも全員いた。ただマハバルだけが見つからなかったんだ。そんな、彼一人がまだ船と共にあるのかもしれん。海の底でか。クソ。とも限るまい、我々が皆同じ浜辺に打ち上げられたのに、船の方は破片一つ見当たらなかった。どこかで生き延びているかもしれないと。可能性の話だがね。いずれにせよ、海の上であれ下であれ、今の我々に探す術はない。進むしかなかろう。分かった。ティスビムはスルドの支配から逃げてきたダナ人たちが作った村なんだったな。初めて来た時、ティオハリムがいるのによく受け入れてもらえたな。ティオハリムだけじゃないぜ。最初は俺たち全員警戒されまくったんだ。同じダナ人なのにか。追っ手に怯えるあまりか、よそ者は全部危険とみなす癖が染みついているらしくてな。それでよく信用してもらえたな。どうやって説得したんだ。ひどく貧しい村だからな。食料の調達を兼ねてズーグルを少々買ってやったんだ。魔法でこんがり調理するおまけ付きでね。人間、腹が満たされると気分も落ち着く。やはり食事の力は偉大だな。シオンを助けに行くことに迷いがあるのか。そんなことない。シオンは仲間だもん。私が憎んでいたのはアウメドラ。あいつが私にとってレナの象徴だった。でももう種族でくくるのはおかしいって。シオンとあの女は違うって思うから。そうか。ただアウメドラのことは別。私は殺さないって決めたのに、勝手に殺されてざまあ見ろって思った私がいて、なんで勝手に殺されてるのって思う私もいる。でもじゃあ私が殺したかったのかと考えたら違うし、だからって生きてて欲しかったのかっていうとぐちゃぐちゃなんだ。どう受け止めればいいのかわからない。そのままで良いのではないか。え？お前は何も間違ってなどいない。信じていたものが崩れた時混乱するのは当然だ。お前は憎しみに任せてアウメドラを殺さなかった。きっとそこにこそ意味があるのだと思う。今は時間をかけてそれについて考える時なのではないか。考える？あくまで私の考えだがな。私もまだ模索中の身だ。そっか。うん、私も模索してみるよ。ありがとう、キサラ。どうした？畜生。おう。なんだと？はて。ああ、やったぜ。奴らに釣りの作法というものを叩き込んでやろう。な、かなかに無茶を言うな。今日の晩飯は魚か。
気配がするの？暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫？フルル。フルル。確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るな。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね、そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。動きを止める。息の根止める。こっちの番だ。
決めたまえ。怪我はないか、みんな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。引いた方が身のためだ。フェアリーパーク食らえ。俺に任せてくれ。どうされた。倒れろ。動きを滅定する。滅殺全空だ。ガロー冒険でいけるよ。そこだ。あたれ。はぁ、覚悟しろ。総発入れ。あいつに飲まれろ。次すやだ。あいつの道を作る。まとめて片付ける。はぁ、成功。拡大兵器。ヤマタロウ、やれるか。俺の真骨だ。この足、私が絡め込む。私が止めるよ。いけるぞ。やれるぞ。さあ、こっち、こっち。やめる。な、動きを止める。息の根止める。これまでの戦いが実を結んだな。しかしまだ鬱蒼としてんな、こりゃ。うう、何もかも植物が飲み込もうとしてるみたい。私はメナンシアの森の方が好きだ。同感ですが、今お国自慢しないでください。それを止めるためにこの盾がある。分かった、分かったぞ。まとめて片付ける。はあ、成功。拡大兵器。恵みの力だ。はあ、叩きつける。開けました。ヤマタの裏、総発入れ。俺の真骨だ。終わりだ。アクアトープ流星陣。いけるか。ジェネシック、やらせるか。心相手は任せろ。止める。支援連結。ジルルがプルプルしてる。幸運の予感。Thank you.
ようなエ。あればというが、お金の備えが。体の方は問題なさそうだ。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。ヒョウハリム、付き合ってくれるか？聞いてみたかったんだが。何かね。他のスルドとはどの程度交流があったんだ？何度か顔を合わせて言葉を交わした程度だな。それも自分から望んでのことではない。アウメドラはあんたとそれなりに付き合いがあるような言い方じゃなかったか？あの女は誰にでもそうしてきたのだ。利用できるか、その価値があるかどうかを見極めるために。だがレネギスにいた頃はあそこまで露骨ではなかった。してみると彼女もまた犠牲者かもしれんな。犠牲者？アウメドラが？レナ人にとって鋭に選ばれることはこの上ない名誉だ。王になることはそのさらに上を行く。生まれた時からそう教え込まれて育つのだ。実際それが自分の身に起きて舞い上がらないものは少なかろう。現にあんたがいるじゃないか。俺にしてみればよっぽどまともだ。まともなレナ人なら地位より楽器を求めるなどと例えを持っていても口に出したりはすまいよ。聞けば聞くほど鋭ブリガは不幸しか生まない気がしてくるな。だから終わらせると決めた。今さら被害者面などリンウェルにはとても聞かせられない話だな。明日に備えるとしよう。行くか。
せたの。我らに聖なる力を。フェアリーサークル、ヤマトにはしない。試練メッテンスト祈られてあげる。貴様を下げろ。こうブラッティーハウリング。4の精霊ロジスを止めに来る。輝くことは最低のヤマトのよ。リジェネレイト、試練メッテンスト下げろ。祈られてくれ。問題はないな。スーサーフォームすぎるわ。向かせん。やれるぞ。ヤマタロウ。そこまでだ。切り裂け。油断はしないでおこう。ヤマタロウ。今助ける。挑発せえ。ヤマタロウ！ゼラが！ゼラが！ゼラが！ヤマタロウ！後発戦超人！ヤマタロウ！レンガラス！敵！ブラッティーハウリー！攻める！そう！決める！マジンテン！最低の力となる！後発戦！リボポーズ！させる！マジンテン！ヤマタロウ！戦車の敵を！試練メッテンスト！行けぞ！どう？ルーソー！ライバル！やらせじゃ！やるぞ！ヤマタロウ！ガリオデン！テンション！カタキテム！ロックブレイク！流星人！テンションで！向かって！絡め取る！行けぞ！どうだ！エンゴーじゃ！やらせじゃ！ドクラッシュ！まずはやれるぜ。流星陣決めたまえ。こっちまだ流星陣ジェネシック。まだまだ鍛えねえとな。
で行くぞ。バラバラにしてやる。ヤマタノオロチ、この辺に止まる。風が下げろ、倒れろ。先生さんだろう。ヤマタノオロチ、やれるんじゃ。下げろ。ヤマタノオロチ、ブラッシーパーメイク試練滅定。まとめて片付ける。ほわ成功。動きを止める。息の根止める。こんな番だ。やっと流星陣あたれ。決め手がある。ヤマタノオロチ流星陣やっと総発入れ。聖なる加藤大義がフェアリーサークル総発入れ。万全を期してヤマタノ絡め取る。止める。倒れろ。行けぞ。ポーハ自分自嫌だ。独断最低の力となる試練滅天章。スイジャット安全ドラゴラジェ。あらひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだ。あれが倒すべき相手。てか、突破するぞ。レンガだ。試練滅天章。ラストロケ。無駄だぜ。先生を止められるよ。ラスト。総発入れ。止めるよ。ヤマタノオロチ。ラスト。どうする。試練滅天章。まとめて片付ける。はあ、成功。拡大兵器。超遠隔だ。どこだ。決めたまえ。やるか。風に燃え。ヤマタノオロチ叩き潰す。大地の元に刻まれる。行けぞ。そうだ。楽をさせてもらった。言われてたのはあいつか。引いた方が身のためだ。受けろ。くれ。テンペスト。あがくがいい。はい。撃ち止め。ヤマタノオロチ。かける。テンペスト。以前滅天章。よろしく。お前ら。テンペスト。流星陣。この二陣となる。お前ら。撃ち止めよ。ああ。どこだ。お前ら。総発入れ。ヤマタノオロチ。足止めは任せたまえ。ああ。拳を温めとくぜ。倒れろ。超連打だ。終わりだ。行けぞ。こっちこ
ジハンマー。こっちの番だ。ガタゼヤマタノオロチ、リジェネレート流星で科学がいい。やる。動きを止める。息の根止める。力がみなぎってくる。どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか。なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今更だけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとも言いたいのか。ティオハリム、それは言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたってわかるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれがアルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。シオン、無事でいてくれ。焦る気持ちはわかるが、休むときは休まないとダメだぞ。そうだよ、いざって時に力出ないよ。そうだな、ありがとう。うん、絶対にシオン助けようね。
私は一人。行こう。シオンが待ってる。